お疲れ様です。お疲れ。なんかにこやかですね。にこやかだろう。どうして俺はもう休み入っとるんだよ。あ、お盆ですか。うん、お盆だって。めちゃ嬉しそう。めちゃくちゃ嬉しそうですね。それ嬉しいだろう。何するんですか。何しとるって言ったら、ドラクエ。ドラクエやっとるときはドラクエやっとるけど、今最近やってないで。え、もう寺木さんがドラクエとったらもう何も残らないじゃないですか。だろう、何も残らんだろう。だけどよ。何やるんですか。いや、犬と遊んどる。あ、犬と遊んでるんですか。犬と遊んでる。え、な8日間ですか。8日間。8日間犬と遊んでる。犬と遊んでる。終わりですか。うん、犬はいいぞ、裏切らんで。なんかちょっとやめてくださいよ。え、奥さんはおるよ。とはなんか旅行とか行かん。行かん。まあ、季節、時期的な。時期的な やつですか、本当に。うん、そうそう、時期的なやつ。時期的なやつ。まあ、いろいろあるんだって。いろいろあるんです。いろいろあるんだって。え、盆休みで。盆休みだけど。なんで今日は作業着来てるんですか。もうつまらんもんだよ。はい。ここ通るんだわ。あ、この前の現場の時に。はい、この道ですか。その道通ったら看板がうちじゃん。これ誰がやっとんだと思って。はいはい、気になってよ。たら調べたらレジェンドだったもんで。はい、はい、はいはい。ちょっと遊びに行こうかなって。あ、そういうことですか。え、テレキさんお盆で。俺お盆だけど。レジェンド浜野は。レジェンドは多分休みないんじゃない。フルですか。フルじゃない。あの予定表見たけど、はい、俺以外みんな隙間がなかった。さすがパート職人。パート職人が自由なんだって。あ、なるほど。自由な時休んでいいんだって。はい、だって9時から3時だって。そうです。9時から3時。ホワイトですね。ホワイト。9時に出勤じゃん。9時現場だじゃん。で 3時には帰宅だよ。めちゃくちゃ最高じゃん。うん、それ以上行ったら残業だで。請求してなか。え、3時に現場出るんですか。出る、もう3時に現場出るって。素晴らしい。この間3時半過ぎとったの、はい、残業だって。あれ残業ですか。あれ残業だって。え、1分単位ですか。残業だって。1分単位。めちゃくちゃホワイト。1分単位だって。9時から3時で2万だな。最近めちゃくちゃ最強じゃないですか。うん、大体そんなもんあれだぞ。あれ8時から5時ってもう古い。もう古い。それ昭和だって。昭和。昭和。今違うだろ。なんか魂こもってる。え、ダウンさんも8時から5時なんて古くさいやろ。9時から3時だって昭和だぜ、それ。本当に。まあ、確かにそう。昭和時代だって今違うだろう。まあ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 、まあ、今は9時から3時だって。働き方改革ってあるだろう。はい、それだよ、それそれ。今日は遊びに来たね、現場に。そういうことですね。そう、レジェンドアーマルちょっと見てくるか。そうですね、行きましょう。よし、行こうか。はい。なんかいつもと全然違いますね。え、いつもと違う。はい、そりゃそうだよ。こんな暑い中甘えたくねえだろう。めちゃくちゃ嬉しそうですもん。いました。おったおった。上にやってるぜ。めちゃくちゃ嬉しそう。やってるぜ。いましたね。おったろ。どうする。行く。行きましょう。お疲れ様です。遊びに来ましたよ。遊びに来ましたよ。お疲れ様です。なんかすごい光景ですね。もうハンマー持ってくれよ。だってな。もうちょっとハンマー持ってくれ。いや、ハンマーよりローラー持ってきた方がいいんじゃないですか。ローラー持ってきた方がいいか。手伝いに来たんですか。遊びに来た。遊びに来ただけですか。とりあえず、私、安くなる。安いですね。マジ。まあ、7日から休みですよ。土曜日からですよ。マジか。9日ぐらいあるんですよ。今年はぼやす。ぼやすんですよ。ハマさんないですか。ない。え、フルですか。フルだよ。ないですか。え、1日もですか。僕には雨も休みでしょ。ああ、まあ。ああ、俺雨も休みだけど。え、フルでも、お盆ずっと雨じゃないですか。雨以外はずっと仕事なの。でもなんか、結果的なお盆みたいになっちゃいません、まあ、ずっと雨だと。だとね。はい。だともう、でなんか出ないですか、もう。雨だったら出ない。雨出ないですか。雨は出ないだろ。いや、なんか朝食とか、あ、なんか倉庫でなんかやったりとか。いや、死んでちゃう。しないですか。いや、しないと思うよ。在庫じゃない限りね。うん、しない。しない。すごい、なんかすごいですね。うん、レジェンドと。ここ通ったのにさ、はい、誰がやってるかなと思って。レジェンド兄弟か、はい。ハンマさん、どっちかだろうな。
そうそう。生活に余裕があるもんに休めるんだよ。いや、確かに。あ、もう、そうっすよね。出ないと出ないだけ。出ない。もらえないっすよね。これなんか、貧乏暇なしだから。いやいやいや、俺もないっすよ。貧乏暇なしだからずっと出なかった。ああ、ハマさんは俺より稼いどる。そう、それはそうっすよね。ハマさんが出てますもんね。俺は、ちょいちょい休んどる。え、ゴールデンウィークとかも出てないですか、浜田さんは。ゴールデンウィークは仕事してた。あ、仕事しました。俺休んどった。俺結構早めから休んだぞ。そうか、ホワイト職人とブラック職人みたいな。そう、休みたい時休まんの。ブラックブラックブラック。いや、休みたいなとかないんですか。別に休むんだことないし、まあ、やることはないですね。あ、そうですね。寺木さん、俺やることなくても休みてんだわ。犬と遊ぶだけでもですか。現場を早く終わらして休みを作るのも職人の方だね。そうそう。あ、なるほどなるほど。それも実力のうちよ。そういうことなんですね。休みたかったら早く終わらせる。そうそう。うん、すごいね。頑張るね。頑張るざる。頑張るざる。なるほど。あ、てかあれですか。ふと思ったんですけど、初ですか、寺木さん。何を。あの浜野さんの現場というか、はい。ああ、初めてよ。それすごいですよね。初めて。だいたい合わんもんね。はい。他の人の。見もね。見ないですね。何動画これあれ、メロン。あ、メロンか。あんまり好きじゃないんだ、俺。サーフ。サーフか。サーフ俺も好きじゃない。粘土が強いかも。粘土強い。サーフエコの方がまだ、ちょっと濡れやすいが。濡れやすいですけど。へ、ぇ。だからスピードも悪いですもんね。全然、どういうことですか。中もつけないといけないってことですか。どうですか。サーフエコだったらもうスーッと濡れる。早い。サーフだと早い。ソフトサーフ。嫌いだもん、これ。まあ好きなやつはいないと思うんですけど。でも昔こればっかりだったら。これしかないですもんね。これしかないです。エコなかったもんね。エコないです。あれですか、寺木さんが。何を。あの、ボツになった現場で塗ってたやつですか、この下塗りって。ボツになったやつか。あの、アパートの。ああ、あれか。ああ、そうか。ああ、あれ、これじゃねえ。ああ、あれは違うんですか。あ、もう一個の。あっちはまだやりやすいの。あ、そうなんですか。これ一番やりにくいんだ、サーフって。そのやりにくい、やりやすい塗料で違いってあるんですか。違う。建物による。あ、建物による。やるんだ。はい。建物やりやすい。LC だ。LC だとあれ、あんま意味ねえんだ。あ、そうですか。うん。これがいいんだ。なんであんま意味ないんですか。あの、物が違う。下塗り材が違うで。あ、そうですか。壁と下塗り材を見比べとるんで。へえ。これはダメなんだ。時間かかるんだね、これ。あ、そうなんですか。うん、時間かかるんだ。こうやって、あの、まず縦に配って横に切ってまた縦にしちゃう。はいはいはい。これやってるんで。時間かかる。こういうのがブワーってなるんですよ。はいはいはい。柄がつくんだ。これも見ますね。結構面倒なんだね。その分手間見てもらうのと困るんだ。確か何で塗っても一緒っすもんね。そう。シーラーだと思って早いんだよ。でももっと早いんですか。シーラー。そんな変わってくるんですか。変わるで、だいぶ変わるで。1リンクは変わるで。わ、そうなんですか。1リンク以上変わってくる。で、下塗りでですか。下塗りでだ。だいぶ変わるで。これはあれですか、テラキスジャパンの。あ、そう。みんなやっとるだろ、これ。テラキスジャパン。おみんなやっとるっつうの、俺ねっつうの。今日テラギさんもローラー持ってこればよかったじゃないですか。ローラー。あるよ。あ、遊びに来ただけですか。遊びに来たんだ。やろうよ。テラギさん、高いじゃない。あ、そうですか。高い。これ、やったらクリームソーダ出さなかった。クリームソーダ。何ヶ月のですか。あ、舐めついたクリームソーダ、お前。あれ、500円やつじゃないか、あれ。確かに、560円ぐらいです。そう。え、ここまで塗り終わったら、どこ行きますか。まだと。いや、一旦勝利点なので寺木さんの空調服パートに。空調服。空調服。初ですか。あ、初。あれ？あ、これ刺さる。これバラシしちゃったね。なんだこれ。お、線が出てる。お、回ってるで。あ、シュシ。あ、シュシなこれ。あ、これ。こうなるぞ、これ。まあ気になるんですけどね。気にならん。うん、そうか。若いぞ、これでやってる。これ。いや、もうなんか、これ、全部なってるだろ。いいっすよ。え？気にならないですけどね。ですか、文明の。寿司だろ。寿司ですか。あ、寿司。買わないですか。あ？買わないですか。買うまではいかない。買うまでいかないな。あ、いいな、これ。夏にはいいかもしれない。いや、気にならないですけどね。気にならない。はい、それ着てて膨らんでて、あいつデブだなってならないですけどね。ならないですね。いや、ヘビジ君細いもんで、ね、余計膨らむんだ。ああ、そうですか。俺そんな膨らんで見えるでしょ。
そうっすね。デブになっちゃった。ああ、確かにでもそう並ぶと。細いもんでデブラで見える。背中が涼しいか。まあ、そうっすね。ああ、これ感じが来るな。まあ、意外に良かったみたいな感じですか。初めて来た。まあ、なしじゃないかなって感じ。なしじゃないかなって感じ。あ、風入ってくるな。おお。どうだったっすね、アンチ。アンチ空調服。こんな快楽が世の中にあったなんて。意外と涼しいな。風が来るで汗かかんかも。ああ、そうですね。寺木さんもう。いや、寝たらかかんでな、俺。炎天下で汗かかないなったらそんなに。炎天下で、いや、かく。かくけど。びちょびちょぐらい。びちょびちょにはならない。だったらもう、かかなさそうっすね。汗かかなさそうっすね。うん、多分かかんな、俺。じゃあ、来年からは。来年？え、これ、試作品じゃねえの？え？え、これ、自分で買うの？どういうことですか？自分で買いますよ。あ、自分で買うの？はい。オプターモットですね。どういうことですか？なんで、オプターモットですね。会社で、あの、社長に、あの、名前入りのやつ作るの？あ、買えた。あれ、また。コンクリートークに、あるまで印刷するみたいな。おう、いいじゃないですか。全員え、会社が出してくれるんですか？そんなそうだろう。名前入れればそうだな。空調服ですか？めちゃくちゃいいじゃないですか。頑張れ。でも、ここに変えとったらみんな着ねえよ。なんで着ねえ。どうだ？めちゃくちゃ暑い時は欲しいかもしれない。そうっすよね。屋根に乗っとる時とかよ。あー、まあ車に積んどくぐらいであってもいいかもしれないですね。多分、車に積んどるだけでは使わない。これ自体は、服に着いたら安い。服は安いですわ。いい3000円。あ、そんな安いんすか？で、ファンが5000円ぐらい。あ、ファンは、ファンのバッテリー。バッテリーが1万円以上。バッテリーが一番高い。バッテリーが一番高いです。結構するんですよ、バッテリー。全部揃えると2万以上する。うわぁ。バッテリーも1日持たんすよ。持たん。あ、いいですね。扇風機みたいな。あ、まあ、エアコンじゃなく扇風機。ああ。エアコンだったら、あーってなるんだけど。扇風機。あの、エアコンに変える機械がありますね。あ、おいしい。あいつね。あれシャツミス。はい。嘘つけ。これシュッシュってやつめちゃくちゃ涼しい。どうですか？シュッシュ。風でこうやって来るんだもん。うわ、目にかかった。エアコンですか？エアコンになりました？エアコン。ミントだ。ミント。ああ、風量強いわ。でも来年から買います？結構、検討しておこう。お疲れ様です。お疲れ様です。なんか改めて見るとすごいなんかあれですね。なんだ。レジェンド。はい。なんかマイキーとドラケンみたいな感じです。リベンジャーズね。あのゴンとキルアみたいな感じです。ナルトとサスケみたいな感じです。相棒か。そうですね。相棒。なんかすごい強感が出てる。そうか。これはもう一緒に伝えよ。え？そうですね。職人会あ二人だけじゃなかったですか？あれみんな。みんなモザイク。モザイク変わってたんですか？あそこでも映ってましたけど、まあ、今回現場で。わあ、初めてだな。テレビさん、あの、手伝うかなと思ってたら、うん、ローラースラー持ってかず上上がってたんで。手ぶらで、なんちゃうやつだって。本当に遊びに来ただけでした。ちょっとあれお願いします。何を？マッチング？マッチング？またマッチングか。あれか、これか。社長のこれか。あ、そう。俺だな。マッチングアプリ、概要欄も、はい、出てるんで。そうですね、概要欄に貼ってあるんで。気になる人は、ポチッと。まあ、気にならない人はもう無視で。宣伝になってないですよ。いや、気になる人だけはね、強制はさせないです。もうやっとるでしょ。もうやっとるんですよ。マッチングアプリあるんだ。求人道場は。求人道場ですね。求人道場と、あの、塗装したお客さんと塗装職に結ぶマッチングセンターです。あと、あの、関東出店で、あの、トビと、あ、足場職人とシーリング職人が足りてないみたいなんで、それもよかったらぜひお願いします。塗装はめちゃくちゃおるって言ったな。塗装はいるって言ってましたね。足場とシーリングですね。足場とシーリング。はい。じゃあそんな感じです。浜田さんも暑い中、はい、頑張ってください。頑張ります。じゃあまた見てお願いします。これかまたか、はい、なんでやらんの。いやじゃないですよ。浜田さんやっちゃうんですか。ぜひまた次に。